山本さん。はじめまして。はじめまして。山本道場の山本です。GDO の内田と申します。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。すいません、今日はお時間いただきまして。いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。じゃあ、詳しい話また。あ、わかりました。練習場の方で。はい、じゃあ練習場に行きましょう。はい。本当に飛行機が、全然大丈夫です。いや遅れちゃって申し訳ない。飛行機はそういうのありますか。じゃあこのまま行きます、はい、あこのまま行きますか、はい、で車は僕こちらに置いちゃったんですけども、そしたら、まあ、じゃあ車で3階から3階というか下から行きましょうか。はい、はい、了解です。じゃあ追いかけますね。はい、はい。もうデプロだけだったんです。すごい不思議そうな、なんかちょっと悲しそうな顔をした。いや、ゴルフ愛ですよ。それも嬉しい。ちょっとだけ言わば、ゴルフ愛なんだ。はい、山本さん、すみません、お時間いただきまして、いえいえ、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、あの思ったよりも、はい、僕はお元気そうだなと思った印象なんですけども、まあ病気を聞いて、来られた感じですね。はい、あもうめっちゃ最悪でしたけど今も全然元気です。あのご飯もこう今食べられて、あやっぱね、治療の後っていうのはちょっとなかなか食べれるものと食べれないものとがあったりとかして、あの食べれたり食べれなかったんです。はい、でもあのね、2ヶ月前でしたっけ、その時前。時期よりは20キロ体重が落ちてたんで、もうあの一応余命2ヶ月って切られましたから。はい。あの CT の写真もありますし。もうまああのもうちょっといろいろ覚悟せなあかんなっていう感じの生活でした。はい。それで比べたらね、もうなんか今いやでもちょっと自分でもびっくりですね。はい。あの本当にこうみるみるあの良くなってきて、ここまでは期待するというよりも、もうただのもう絶望だけだったんで、もうとりあえず何かしら治療するしかないという感じで始めたんで、だから入院してる1ヶ月入院したんですけど、その間はもう全然ベッドからもう立てないし、家帰ってきて、とりあえず好きなもんを探しながら食べて行ってからちょっとずつあの体力は戻ってきてっていう感じですかね。今は好きなものを食べて好きな時間に行動運動できてっていうわけではない。いや頑張ってそうしてます。頑張ってそうしてます。朝4時からあの畑作ったんですけど、家の庭に、はい、あのゴーヤ作ったりトウモロコシ作ったりして、で植物ってこう先の収穫をなんか楽しめる感じがして、僕も先の楽しみを作ろうと思って、で種買ってきて苗買ってきて、で一生懸命朝の4時ぐらいから6時半7時ぐらいまで3時間ぐらい畑やってますね。あれなんか動画で何かあの育てているものがあると目標ができて、そうですね、生きるこう何か糧になるっていう話も聞きましたけど、全くその通りです。今もう収穫しか、まあ、収穫しか楽しみがないというか、収穫を楽しみにすると
あのすごくやりがいがあるとか。だから今自分の体調がどうとか、調子が悪いとかあんまり考えないんですよ。で自分が大きな病気をしてどうしようとかっていうことを考えるんじゃなくて、もうとにかく先の収穫と先の楽しみということに集中できるんで、それがちょっといいんじゃないかなと思います。またご病気のことについては、あの後半でお話しさせていただくとして、はい、あの山本さんのですね、はい、ゴルフ人生を振り返りたいなと、はい、うわ、はい、思いました。はい、皆さんにあの、ゴルフに出会った時からのちょっとお話を聞いてるんですけども、はい、山本さんはいつかゴルフに行くね、ちょうど僕今年でゴルフ会、ゴルフのレッスンを始めて30周年だったんです。93年ぐらいからだったと思う。で、もともとは僕東映にいて、その役者になりたいと思って養成所に、通って、で太秦の映画村でいろいろこう、あの通りすがりの町人とかそういうのをしながらオーディション受けたりとかっていうのをしてて、で26歳の時に父親が、頼むから、あの真っ当な仕事についてくれということを頼まれまして、人生で1回だけ就職情報誌っていうのを買ったんですよ。その就職情報誌の中にそのゴルフスクールの募集があったんです。僕ゴルフやったことなかったんですけど、なぜかというと、俺ちょっとゴルフ始めて、ゴルフの世界でちょっと、まあスポーツ好きやから、まあゴルフができないにしても何か役に立つことはないかなっていうような感じで、ちょっとこれ受けてみようと思うねんっていうことで、就職をそのしつこく進めてくる父親を一瞬納得させるだけのためにそれを買ったんですよ。ほんならもう次の日からもう毎日毎日もう面接やいつやどやこや言うて、この行かざるを得んようになって、でもしゃあない、ほなもうオーディションのつもりで一回行こうか言って、もう実はもうゴルフから握ったこと長いんですけど、ちょっと1週間ぐらい練習して、こいでそのゴルフスクールのその面接にね、行きました。それはダンロップの、そうです、ダンロップのゴルフスクールです。あ、はい、ダンロップのゴルフスクールっていうのは、あのティーチングを教える方を募集してるって感じですか？その時はそうです、はい、あの一新、その時デビッド・レッドビターの標本を新しく取り入れるということで、で、コーチの募集をしてて、で、そこに、入ったんですけど、いやこれがですね、まあこれ僕ダンロップさんの名誉のためにも言っておきますけど、あの今結果的にダンロップに入るんですけど、あのゴルフ未経験のものを、採用する会社ではないですから、絶対に、はい、いろいろ奇跡があって、入らせてもらったということなので、多分もう今後こういう例はあのないと思うんですけど、それで異例の異例ですね。まあ、僕が面接、はじめその実技と面接があったんですね。実技はプロゴルファーの方が見てくれて、で、面接3人ずつぐらいで、そこで僕はゴルフ歴を聞かれるわけです、改めて、はい、いやゴルフすいません、あの1週間前から練習してきたんで、もう面接官がざわついてですね、なんでこんなやつ入ってんねん、はい、でも僕あの俳優の時のオーディションのつもりで行ってますから、あ、まあなんかこうやる気みたいなことを話をして、で面接が終わって、で次面接から始まった人は次は実技、
引き継ぎから始まった人は伝説です。でもね、100名近く来てたんですよ。で行ったら、山本さん、番号で呼ばれたのか名前で呼ばれたのか分かりませんけど、パッて行ったら、まあ、とりあえず、まあ、面接で行って、で、まあ、ここで初心者っていうのがもうバレましたから、まあ、なんとかここでターンってうまいこと言ったら、まあ、そんなことはないんですけど、行ったらプロに、あ、君初めてなんやってね、あ、そうです、もう情報こっち来てるわ思って、ほんで、え、前職は、いや前職はちょっと一応京都のあれ で一応バイトばっかりやってたんですよ。でバイト今何してんの、こう、やめたの、いや、もうやめてきたんですよ。ダメだよ、やめちゃ、普通前のところをそのやめないで来てから面接でしょう、あ、いや、そうなんですよねって言ったら、君話しやすいねっていうことを、で、まあゴルフはねちょっとそういうもんじゃないから、まあ記念に持って帰るって言うから、じゃあちょっと一週間練習してきたんでちょっと持って帰りますって言って、じゃあ頑張ってねって終わった。ダメですよね、まず。で2日後ぐらいに封筒が来て、こう指の上にパッと見て、これはもう絵に描いたような不合格通知ですよ。紙1枚しか入ってない、下手したらもう領収書みたいなあれしか入ってない。そんなあれなんて受験の合格不合格みたいな感じで、ですよね、まあ不合格ですみたいな、はい、もう封開けんと自分の机の上にポーンと掘ってた。ほんなら何日か経って、おい誠治どうやったんや、どうやったんやで、うちの父親がゴルフ好きやから聞いてくるから、いや、まあ、あかんかったあかんかった、はい、1回ぐらいお前見とけや封筒、封筒の中を、はい、いやいや、で先延ばしにしてたら、ある時、はい、漫画積み上げてたもんが、はい、バーンって倒れて、はい、それをひょーってほんまにドラマみたいにそれが出てきて、確認ぐらいほんましとくかって。でもやっぱ不合格通知ってやっぱ見たくないじゃないですか。で、先日はダルトゴルフスクールインストラクター募集に面接に来ていただきありがとうございました。はいはい、記念の結果においてはもう一度面接の上決定させていただきます、うん、つきましては何月何日って明日やったんですよ。やべえと思って、とりあえずブレザーだけ買って、でダンロップの本社に行って、で見習いという3ヶ月見習いで、もうダメだったらもう採用しませんっていう条件でダンロップに入りました。で、この3ヶ月を生かして本当にゴルフのレッスンを先輩のようにするのか、ね、3ヶ月ゴルフさせてもらったからもう経験でいいや、役者に戻りたいなと思ってそっちに行くのか、ちょっと悩んだんですよ。やっぱやってると極めたくなる。でもやっぱ3ヶ月でクビなんですよね。ほんで3ヶ月経っても打ててないんで、まず私は人の前で打てないんです。バレるから。あ、そういうことなんですね。はいはい。で一応コーチとして入る。そうですよね。はい。見習いとはいえ、いや、この人それはあれでしょうと、その研修生やってたってこの経験あるでしょう。下手したらこのまま出たらですね、生徒さんの方がゴルフ歴があるっていう状態になる可能性があるわけですよね。なので1ヶ月は打球練習ばっかりで、あとの2ヶ月か1ヶ月半は現場に出て先輩のコーチのお手伝いという感じだったんですけど、そこで30分の座学と、1時間の実技練習という1時間半のコースだったんで、僕は30分の座学の方を担当させていただいて、それはその座学をもう面白おかしく
生徒さんの前ですると面白いということで、あの継続率上がったんですよね、スクールで。こいつおもろいから残したらどうやという現場の意見がちょっとあったと思うんですけど、そこから明大学3ヶ月終えても正式採用になったんですよ。山本さんやっぱり他の見習いの方より話を上手だったんですか？まあそうですね、あのそれは当然言ってましたから。あ、はい、自信もあって、もうそこしかないですからそこしかないですから。生徒さんはこうハートをつかむのは上手かったと思う。ハートつかめたかどうか分かりませんけれども、その30分は、山本ワールドにしてた自負はあります。なるほど、はい、なるほど。やっぱりさすが、そこから YouTube のその魔術が。そうですね、まあもういろんな、まあ、レッスンをね、その重ねていくとなかなか一つのことを説明するのが難しかったり、いろんな勉強したり、あやこやこういう表現がということが、なんかあの役者のやりたいと思ってた表現をなんか練習するかのように自分で工夫してできたので、あのそれはあの役に立ったかなと思います。この役にセリフがあって読むのと、こう演じるのか、演じる能力とコーチングする能力っていうのは共通点ってあると思いますか？ね、自分が説明することを理解してもらわないと、生徒さんってやってくれないんです。やるイメージが湧かないんで。だから、表現方法とか、言葉のチョイスとかっていうのは、まあいろいろその都度考えたりはもう常に今もしてますし、あのそれは大変で、でもだんだん面白くなってっていう感じですかね。分かりやすい、いやこんな変な表現して分かりやすいって言ってくれたら、まあ、ありがたいなと思いながらずっとやってきた感じですね。それからどうするんですか？山本さんはゴルフにハマっていくんですか？僕はですね、はい、その後阪神大震災が95年に起こるわけですよ。でゴルフスクールも全部ダメ、一時その休校になって、で、それを機会に僕はダンロップを辞めるんですね。あのいろんなところをカバーしないといけないので、でまあ、なかなかそういうところへこう、あのもうとにかく大渋滞で、あの一番ひどい時は1日かかってゴルフ練習場に到達するみたいなこともあったので、で配置転換もそのスクール側もうどうしたらいいんだろうって紆余曲折ありながらすごく大変だったと思うんですけど、まあちょっと自分でそのそういう阪神大震災でスクールの数も生徒さんの数も減ったことによって、まあちょっとかっこよく言うと、まあいろいろ文句言われる前に自分でやめようかなと、はい、いうことで自分でやめて、でちょうど僕が担当してたところのゴルフ練習場からも撤退したんで、ダンロップがね、だ僕が残った生徒さんを引き継ぐという形で独立して始めた。その時は山本道場、だもう全然山本道場だ、ただ山本誠司のゴルフスクール。あー、なるほど。それがやっぱり阪神大震災きっかけで、もうダンロップから阪神大震災って時間は結構あったんですか？2年ぐらいですかね。93年に、入れさせてもらって、阪神大震災95年なんです。で99年まで、まあ、その自分がレッスンで培った経験と、いろんな先輩たちに、まだ交流ダンロップの先輩たちと続いてたんで、いろいろ試行錯誤しながらやってたんですけど、99年にコアカン、自分がラウンドレッスンで生徒さんと回るときにやっぱりちゃんとした球を打つのに結構ちゃんと、まあ始めたのは遅いですから、ちゃんと
練習をしないといけない。これって来てくれてる生徒さん週1回スクールに来てで上手くなりたいっていう人は、じゃあ一体この間どれぐらい練習せなあかんねんほんまに思ったら、なんか間違ってんちゃうか、自分の教え方表現で一回やめる、一回やめるって言った。ちょっと僕留学します、オーストラリア行きます。で、あの、で、ほんまは全部やめていくはずだったんですけど、いや、全部やめるのはあれやから、1ヶ月やったら1ヶ月休むとか、なんかゴルフスクールだけは続けてもらわれへんっていう優しい生徒さんのリクエストもあって、2年間ぐらい1ヶ月行っては1ヶ月休み、半月レッスンしては半月オーストラリア行くみたいな、もう貯金も何もかも売り払って全部オーストラリアのそのあれにかけるんですよ。いや、もうコーチングです。コーチングをとにかく、捨てはね、これまたないんですよで、捨てを探してたら、うちのおかんの友達の友達、もうこれ来ましたよね、これね、全くの知らない他人です。おかんの友達の友達が、あ、オーストラリアに僕初めアメリカ行こうと思ってます、はい、オーストラリアによく行ってるから、そこで行ってるところのコーチでなんかプロがいるから教えてもらったらいいんじゃない。いや、ちょっと待ってくれよおかんと。いや、そうだ、全然俺調べたこともないのに、あの、そのコーチがほんまに自分が学びたいっていうコーチかどうか分かれへんやん。いや、でも友達の友達が偉い言うてるから一回行ってやと、まあ、しゃあないなと、で一回行ったわけですよ。でゴルフ場のそのついてるそのコーチが、まあ、紹介してもらったら、いやいやいや、それがその生徒にイアン・ベーカー・フィンチとかいるんですよ、ピーター・シリアとかで、後にそのあの PGA で2勝するロッド・パンプリングとかピーター・ロナードとか、もうすごい人が生徒でいる先生だったんです。で、まだそんなアカデミーとかそれ作ってないから、変な日本人が、英語もわからん日本人がとりあえずお願いって来たからって、で、その先生のもとでコーチを勉強した。その先生有名な、ギャリー・エドウィンっていう今でも有名な先生です。もうオーストラリアではもうその当時はもう三本の指に入る、ラッキーでした ね。 そうですよね、ほんまに。これもうその友達のお友達の人がえらい簡単にギャリーギャリーって言うから、もうギャリーって、いやでもやっぱ見た時も もう風貌が違うし、そのゴルフ経験浅い言うてもイアン・ベーカー・フィンチぐらいね、全英オープンのねチャンピオンですから、わかりますやん、ゴルフ何年かやるとそういう話になるから、いやこれないとこしたなと思って、でそこでもういやこれもう学ぼうということで、ものすごいシンプルなスイングで体もひねるんじゃなくて、パッてパーンって言って全然曲がらない球を持っていくわけですよ。もうみんなそれはプロですから、これ教えてほしい。これもし僕が教えてる生徒さんにができるようになったら、体も痛めないし、もう何よりゴルフが簡単で長く続けられるということで、も必死で行ったり来たり行ったり来たりしながらちょっと学んだのが、今やってる山本道場のいわゆる根幹のスイングです。これがね、同じように教えてもらうんだけれどもならないんですよ、どうしても。このインサイドからもうあの向こうの欧米人みたいにブラーってこういうスイングにならないんですよ。でやろうと思って、でもう2年間、そのギャリー先生のもとに通って、でまあ自分が
独立してやってるところでそれやるけど、まあ自分のスイングを見ても気に入らないし、なんであんなシンプルな動きができないんだと思うので、いろんなスポーツを見出したんですよ。で、ある時何やったかな、欧米人と日本人はタイミングが違うと、ところから日本人っていうのは引くっていう動作が得意なんだ、欧米人っていうのは押すっていう動作が得意なんだ。なぜならば、ノコギリを見てください。ノコギリは押して切るでしょ、日本のノコギリは引くでしょ。でもし欧米人が考え出したゴルフクラブという道具、これ引く方に開発しますかって話です。欧米人は押すことが得意だから、当然欧米人が考え出したゴルフクラブという道具は押して使うように作ってませんかって僕は仮説立ってたんです。だよねと、俺引っ張ってたなと。だからあらゆるボールに対してのアプローチ、いろんなインサイドからコーナー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 やってきた、最後やってなかったのはこのボールに対してクラブをこう使うっていうことだけやってる。この置いてあるボールに対してゴルフクラブを手前から向こうに向かって突くっていう、押すっていう動作だけしてなかった。押すってこう押し込むと、もう最後これだけですよ残ったの。いや当たるわけないよな、いや当たったんですよ、いや当たるわけない、これだけは。でこうやってパーンって言ったら綺麗にドローで。でも物理的に考えたらこういう風に引いてグッて押すときに手元とゴルフクラブの動きに差ができて、勝手にインサイドから入ってボールを突くっていう動きでインサイドアウトになるっていうのは後でというかちゃんと分かるんですけど、でもプレイヤーの意識としてこのボールをこっちに打つのにこのアプローチは絶対ない。もうそれからですよ、うちの中学生の、今もお姉ちゃんですけど中学生ぐらいの、はい、僕と思ってきて、もう机にこうやってこうやって押しとけで、動画の中で押しとけって言ってもあれやから面白くないから、ここに魚がおんの、この魚をすくようにいってるって言ってバーンと出たのが魚です。ゴルフを父親から無理やりやらな、無理やりっていうかコーチングの自粛をして、まあ、どんどんちょっと離り出してはいたと思うんですけども、ゴルフの楽しみとか面白みっていうのはどこで気づいたんですか？もうめちゃくちゃもういい質問をしてもらったので、これほんまにきっかけがあるんです。もう瞬間的なきっかけがあるんです。これはね、オーストラリアでずっとゴルフを、まあ、練習もしながら、ギャリー先生のレッスンがないときはこうやって練習して、でやっぱスイングを改造してるからゴルフ回ってもうまくいかんわけですよ。である時、こう練習してたらギャリー先生がカートでバーッと後ろ来て、なんて言ったんか、でもその時は僕は、まあ、僕は午前中ハーフ回ってたからじゃねーって言ってスタートしていってるんで、僕は早く回ってきて練習してるから今日ゴルフどうだったっていう風に聞いたと思った。だから、まだ難しいよねゴルフはっていう顔したら、ギャリー先生がすごい不思議そうな、なんかちょっと悲しそうな顔をしたんです。で、あとで、僕は調子が悪かったから、スコアにもならなかったから、ダメだダメ、もうゴルフはもう全然っていう感じで返したのが、あまりにもその表情が違和感があったんで、英語が分かる人は後で聞いてもらった。あ、英語はまだ
全然今でも分かりません今の娘の方が分かるぐらいで、はい、なんて聞いたのって聞いてもらったら、はい、ゴルフはいいだろ、ゴルフって素晴らしいだろっていうふうにギャリー先生は僕に聞いてくれた。でも僕それ分からないから、じゃあその時に、じゃあなんでお前は日本から時間使って来てるんだという違和感で、僕その時にこれはもうほんま 何しに来てるんだ、ほんまにちゃんとゴルフのことを、そういうふうにゴルフが好きだろっていう思いでギャリー先生も僕にいろいろ教えてくれてるのに、今まで何しとったんだろう、もうその分かった瞬間からもうゴルフに対する考え方がもう変わりました。それまではちょっと難しいしね、うん、もうダメならしゃあないなと、まあそれぐらいのもんですよゴルフって。やっぱりなかなか難しい。でもその瞬間から僕ギャリー先生みたいによしレッスンするんだったら絶対にそのアマチュアゴルファーの皆さんが上手くなる突破口を開いてやろう、そのためにやろうと。だからもう自分のプレー云々ではなくて、アマチュアゴルファーの人がこのギャリー・エドウィン先生のそのシンプルなスイングになるような突破口をなんとか開こうって、もうその瞬間思ったんですよ。もうほんまその通り。一番大きな教えてもらったことっていうのはそこですね。そこですね。理論とか、はい、そこに僕初めてゴルフというものの魂が自分の中にバーンと入ったと思います。そんな感じで一人熱いと、そんなついてこないんですよ生徒さん。まあ週1回ね、はい、ゴルフっておばちゃんとかはみんなで集まって井戸端会議してお茶して帰って時々コースレッスンって言うんだよ。いやそれではもっと誰かもっとこうしましょうみたいないなくなるんですよね。結局ギャリー・エドウィン先生の理論をこうだって言うて、まあその試行錯誤しながら自分がその熱意が高くなればなるほど生徒さんがいなくなってもう最後にゼロなんです。もう食べれなくて、僕初めて言いますけど新聞配達してました。新聞配達、あ、途中でですか。だって収入がないですよ。5年目は30、そうですね、はい、でも朝晩の新聞配達ではなくて、そのこうポストに入ってるじゃないですか、こうリビング紙みたいな、はいはいはい、あれを広告、はい、あれ900枚とか1200枚とか、あれも前日に届いたらこうここ入れて、もう徹夜で、でもう、ね、何もやることないからもう次の日もう地区をクワー入れる、そうずっとやってました。ちょっと年のあれがまた繰り返しちゃうかもしれないですけど、はい、山本さん、ご家族ご結婚された方はいつぐらい？もう結婚してましたね。結婚したのが96年とか7年。ああ、じゃあ阪神大震災のの後です。独立した後、はい、もううちの山本さんも最悪ですよ。一番悪い時にだから働きにも行ってもらってましたし、でオーストラリアでその後留学したりして、でまた食べられなくなって、オーストラリアでお金使いすぎましたよね。もうこれが分かった、絶対いけると思ってたんで、もう全部使いました。全部使いました。投資ですね。投資です。もうだけど結果は、結果はもう裏腹ですよ。こんな今でもこんな汗かきながらやってるおっさんがもっと元気よく若くかー言ってたら普通の人は来ないですよね。あれなんですかね、暑すぎて冷めちゃうんですかね。
だからテンションが、いや僕ら私らフンなるわけじゃないから、という感じです。それは2000、いや結構最近ぐらいまでですよ。2010年ぐらい。だから僕、まあ新聞配達もそうですけど、まあ他に何かしらもういろんな、今やったらメルカリとかありますけど、そのヤフーオークションでこういうの買ってきてこうやってみたり、もうとにかくもう、あのこれ売って、はい、ゴルフクラブは売らないんですけども、これはこのナイキのシューズは価値あるんちゃうかと思ったら、すぐ写真撮ってきてヤフーオークションに出して、ちょっと高く売れたと。もうメルカリなんないですよね。ないです。いやもうそれでも生計は立てれないんで、いやもうあのあれですね、こっちも大分苦労してます。そうですよね、ジュニアだってお金かかりますか。はい、だからもうゴルフ場で、終わってからハーフ担ぎで回してくれるところだったりとか探したりとかして、でそうしてるうちにこうジュニアをねするようになって、で、いつの間にか本当にこの打席中全部埋まるぐらい生徒さん来たんですよ。ジュニアをやりだしたとか、でまあ実はもちろんゴルフダイジェストさんに出させてもらうように、一番初めに出させてもらったりとかすると、もうそうおもろいなみたいな感じで、まあちょっと問い合わせが来たりということで、もうバーッと出て、それでなんとかそれがいけるようになったのが2012年とかなんですか。その10年、まあ不遇な時代に自分が悪いんですけどはなんか、ああなんでこうやっちゃったんだろうとか、ないですね、全く熱心すぎちゃったのかなとか、なんかもうちょっとこうテンション下がってた方がよかったのかなとか、そういう反省、あのね、その反省はあるんですけど、その時はいつか、認められると思います。それはね、ちょっともうだいぶ前になるんですけど、僕はあのもうお亡くなりになったんですけど、東映でね1万回切られた男、あなんか福本清三さん、あの人の現場にたまたま僕入ったことがあって、でその時にもうバーンと切られた時に、その松明もうそのスタジオで松明がバーンと倒れて、カメラがこう行ってるわけですよ。でも福本さんはこっちでカメラじゃない、もうまだやってるわけですよ。僕それがまあおかしいというか、びっくりするというかと思ったら、まあ先輩らがあれってすごいねって、ああいうことを絶対に誰か見てるから、だからあの人はカメラから抜いてもああいうことをずっとし続けてる。もうそしたら僕はもうその不遇の時なんかはもう注目されて、徹子の部屋に出て、で最後はもうラストサムライにも、ハリウッド映画にもサイレントサムライで出て、だからまあ反省して効率よくやればよかったんだけど、もう一生懸命やってたら絶対これを誰か見ててくれる人がいて、まあだから一生懸命自分が信じた道をとにかくやりきろうと、それでだったら、まあ、その時反省するかっていう感じでやってました。きっかけはジュニアの、それでね、あのはい、教えながらこのどんどん増えていったって感じなんですか。まあスクールをやってる以上、僕が受け持ってるジュニアが一番なので、横で練習させてるだけです、だから教えてない、教えてないです、ついてくるってだけです。だからあの ジュニアで全国大会に行ったりする子がいっぱいいる中、
うちの2人が一番下手です。一番下手です。一番下手です。まあ教えてない。ああ。じゃあ別にジュニアでこう口コミで広がったっていうよりは、田本さんのまあ教えてたのが大人よりもジュニアにハマったっていう。この熱量がジュニアのゴルファーを持つ大人にハマったんでしょうね。あ、プロにさしたい。で、もう僕このテンションで行くんで。なるほど。ほんな子供もおもろいおっちゃんやー言うて、で、何かいろいろ話しながら。で、まあ土日は、まあ僕もあのハーフのラウンド全部歩きでついていくし。まあ費用もそんな取ってなかったんで。でもまあ、それぐらいから、もうとにかくゴルフのレッスンをして、まあとりあえず自転車操業ですけど、うんうん、やっていけるようになってきたんで、それはもう全然休みなく、まあ東京にもスクールやったりしながら、まあ、東京はまたいろいろ大変なことがあるんですけど、まあ、とりあえず関西ではねやっと食べれるわけ。道場っていうと今3つですか？してる？いや、僕は今は実際のレースしてないです。あ、してない。してないです。YouTube だけです。で、やってた時は、ここと、サンダと、東京と、3つやってました。そう、まあ2012年からだんだん増えてきたってことだったんですけど、どうですか、こう、コーチングを重ねるにつれて、何か考え方変わったとか。まあ、もう、変わってきましたね。もう、とにかく、この間自分の動画でも言ったんですけど、ゴルフお好きですよねって僕今でも聞かれるんですけど、ゴルファーが好きなんですよ。はい、あ、おっしゃってましたね動画。もうね、ゴルファーが練習してどうしたらいいかなっていうのを悩んでたら、まあ方法論として頼まれてもいないのにアドバイスすると崩れちゃうんで、それは絶対しないんですけど、でも求められるんであれば、一生懸命せっかく時間を使ってやってるんだから、なんとかしたい。でもゴルフはやっぱり好きになってもらいたいっていうのが一番です。だから考え方からしたら、もう自分の技量を云々よりも、自分の研究したことを表現したことで、何か、ああ、やっぱゴルフおもろいわ。もうちょっとやるわ。今日、もう全然ワーストであかんかったけど、うん、なんかもうちょっとやるわ。みたいな感じでどんどん。で、まあ、ゴルフやってみよう、面白いからって言って、若い人らに、こう伝わって、ゴルファーが増えたらいいなっていうのは、そんな感じですね。ゴルファーが好きって、ゴルフよりもゴルファーが好きって、おっしゃったんですけど、うん、それ気づいても最近ですね。最近ですね。いや、あんまりその病気を置いてでも、ゴルフ、ゴルフってあんまり動画言うんで。ゴルフ愛ですよ、ね、それも嬉しいけど、ちょっとだけ分かるんです。え、ゴルフ愛なんだ。俺ゴルフやりたくてやりたくて仕方がないっていうの結構ないよな。いや、なんなら朝から家庭菜園してるよな。何やろ、ゴルファーが上達していったりするきっかけに対して、何か自分が何かするということが好き、イコールゴルファー一生懸命練習してる姿を見るのが好きっていう感じですか。すぐ治療したら無理、うん、で、もう肝臓は終わりかけてます。もうほとんど肝臓全部がんなので、もうだからもう階段も登れないし、もう歩くこともできない。はい。まあでも、今回ゴルフで役に立ったのは、癌って嫁を切られた時の覚悟が早かった。